静かなる防衛の時間です。今米中が対立しています。経済摩擦、 5G 戦争とも言われています。次世代の高速通信ハイテク機器となります。米国、中国ともに 5G の戦略を立てています。グジインターネット上を網羅できる機械として 5G の機器が挙げられます。これをめぐって今米中で激しい争奪戦、日本はアメリカと同盟国です。中国製は使わない、そんな姿勢でいます。イギリスは中途半端な感じです。それよりも台湾も本格的にアメリカ側という感じですかね。戦車の購入を米議会が承認、中国と対立しています。中国もその時々で台湾を利用しているように感じます。それには中国の地形と台湾の位置で沖縄、日本があって、やはりここがこの台湾を持ってるか持ってないかで境界線が変わってきます。しかしアメリカは台湾に対して今猛烈に後押しをしています。5G と言いつつも、この極東アジアの秩序の平和のためと言いますか、バランスが崩れてきているのも事実です。また朝鮮半島、情勢も変わってきています。一つに日本が韓国に輸出のホワイト国から除外外したということです。今まで優遇されてたんですけどね、それに気づいていないだけの話です。
対馬の上の国は、ここが対馬です。日韓の関係が悪化している以上、連携は日米対この第一列島線を死守する感じですね。韓国はだんだん蚊帳の外になりつつあります。それにハイテク産業も別に韓国じゃなくても東芝とアメリカの企業で賄える、生産はできます。慌てているのは韓国だけです。で、中国が今助け船を出しています。これに乗るかそるかでアメリカの態度が変わってくるでしょう。今現在韓国に F-35 の4機目が着陸しました。まあ、まだ引き渡しはされてないんですけど、今引き渡すと情報が漏れる恐れはかなりあります。それにどうしたんでしょうね。本当韓国の行く末がわからなくなりました。もしかすると来年韓国は、韓国という名前を捨てているかもしれません。渡航禁止、もしくは関係悪化による渡航制限なども出てくるかもしれません。日本はこの極東アジアの国々と仲良くすればいいと考えるんで、貿易も自由だし、 TPP ももうじき始まります。これにより自由で開かれた貿易ができるのです。日本も力を入れているとは考えます。最近このニュースばかり気になりますが、気にしないようにしていると余計気になるというか、今までの韓国の裏の裏まで見えてくる、今頃慌ててももう遅いみたいな感じます。しかし今回のこの輸出制限、普通の国にしていることをするっていうだけの話なんですけど、ホワイト国からの除外、これはもしかするとアメリカの陰謀計画
かなとも考えています。これは個人的な考えで、さすがにアメリカも韓国の本性が分かったのかと思いますが、中国のハイテク機器の技術向上も侮ってはいけません。さすがに優れたものを持っています。まだまだ足りない部分もありますが、今後米中対立がどのように進むのか見ていきたいと考えます。今日のご視聴ありがとうございました。